チュウ。それ何ですか？これダディ買ってくれた。ダディっていうね、おしね、リーちゃんがね、買ってくれた福袋。福袋いくらですか？2000円。どこで買ったの？パーティーズ。うん。じゃあ開けましょう。Let's open。気をつけろ。OK。はい。チャラランタラー。まだ見ないで。はい。これ何入ってんですかね。ね、わしがやる。ね、ぐちゃぐちゃにしてないで。いいから、じゃあ自分で出してください。何これ、何これ、ブランケットがあるんだけど。じゃあまずこの袋に入ってる、おい、これ何ですか？これ文房具。文房具って鉛筆。マジか。じゃあマジで、うん、これ英語科の相場にしようかな。うん、はい、Thank you. あと、Hold it in case. Umbrella. Hold the umbrella. What is it? Nimpen. Chiche. Nimpen. Blue cheese.財布？見せて。花、他のところで使う？早くなったら。財布じゃないか。でも財布じゃない？うん。財布？財布見せて。マジか、やった、うん、かわいい。あ、こういう、なんか。じゃあ、カリンの前の財布、あれなんだけどね。マーブル。みんな誕生日見てね、プレゼントであったから。だけど、あれにもう満タンで入らなかったらこっち行くから。そう。で、二つ持ってる。中金、中金。金持ちです。はい、じゃあ次。これ！なんか重くない？はい。え、待って、めっちゃあるんだけど。こないだ買ったでしょ、ダディも。あ、これは違う。あれはね、2つしか入ってない。うん、これ結構でかい。これ、あー、もうちょっとで終わる。え、もうないの？まだあるじゃん。まだあるよ。え、あ、これはもうちょっとで終わる。びっくりした。うん。オーマイガー。ペン。エンド。うん。シャーペンだよ。シャーペン。あと、消しガムくん。はい、全部入ってたのはこんな感じです。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12個入ってた。1個は何？1個ペンケースで、もともと1500円してた。うん。で、この傘アンブレラはもともと、もう中国じゃん。うん、もともといくら？もともとはね、わかんない。わかんない。値段は？まだわかんない。これ100円でしょ。180円。うん。で、次はこれ。これはもともと380円。うん。これがね、130円。1つ。だから1つ130円。3つ。で、この消しゴムはもともと60円、うんうん、で、次はこのシャーペンはもともと320円、うん、これ、芯はもともと280円。この財布は1400円、うん、で、このファイルは480円、うん、はい、じゃあ次、はい、まだある？まだある。で、これ、何これ、バッグだ。袋、ほら、こうやって添えるやつ。瓶、うん、プラスチック。待って、これさ、英語のカバンでよくない？いいんじゃない？やった。前こっち行く。開ける？まだ使わない。スヌーピー。これいくら？もともとはね、わかんない。値段ない？値段は、こっちだと、はい、次。えっ、まだあるの？あれ、また、ほら、またペンシルケース、筆箱？またペンケースだ。まただ。まあ、いいや。もともと、これもともといくらだこれ。こっちもわかんない。うん、じゃあ次。ペンケースじゃん。待って、やばいんだけどこれ。ほら。待って、わしが好きそうなやつなんだけど。うん。見せて。シール、あ、シール。かわいい。開けていい？ Different kinds of stickers。開けていい？ジャズだけど、最後一個、めっちゃでかい。最後の一個は？何これ？ブランケットだろう。うん。これ広げていい？うん。どう？
てるよ。うん、なんかテレビ見てるときにブランケットが勉強してるとき、すごいね。可愛いじゃないじゃない。ご褒美といて。